台風7号が小笠原諸島に接近しています。気象予報士の佐藤さんの解説です。はい、小笠原諸島は今日記録的な暴風となる恐れがあります。昨日からの雲の様子です。台風7号発達を続けていまして、中心付近の目がかなりはっきりとしてきました。現在勢力としては、上から2番目の非常に強い勢力で小笠原諸島を直撃しています。小笠原諸島には。 暴風波浪高潮警報が発表中です。雨と風の予想です。台風7号は今日の夕方にかけて小笠原諸島に最も近づく見込みです。瞬間的に60メートル以上の記録的な暴風が吹く恐れがあります。今回の台風も動きが遅く、明日にかけて小笠原、諸島、荒れた天気が続きそうです。今後の進路です。 台風はこの先も北上を続けて、来週にかけて本州に近づく見込みです。これまでより予報円は西に広がっていまして、関東から四国にかけて接近、上陸という可能性が出ています。大雨や暴風、交通の乱れに警戒してください。接近、上陸のタイミングとしては来週火曜日から水曜日頃となりそうです。